ネクストリアクションは本日から YouTube メンバーシップを始めます。そもそも YouTube のメンバーシップを知らない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にご説明しますと、チャンネルメンバーシップというのは、月額料金を支払いいただいたチャンネルのファンに対し、限定コンテンツやバッジ、絵文字などメンバー限定の特典を提供するサービスです。ではこちらなぜ始めるかと言いますと、コメント欄にてリアクションをされているタレントさんの個人のフルのリアクション動画が見たいというリクエストを多くいただいています。ただ YouTube のチャンネル上で全てのタレントさんのフル動画を出すのは難しいということで、 YouTube メンバーシップにてメンバー限定で個別フルリアクションを公開しようと考えています。個別フルリアクション動画がどんなものかと言いますと、タレントさんのリアクションがアニメ1話分の最初から最後まで全てを見ることができる動画になっています。そこで視聴者の皆様が一番気になるのは金額の部分だと思います。月額料金がいくらになるのかについてですが、こちら月額590円から始めていきたいと考えています。金額としてはワンコインと少しということで絶妙な金額帯ではありますが、いただいたメンバーシップ代は今後より皆様に楽しんでいただくための動画編集にかかる費用やタレント様への出演料に大切に使わせていただきます。今後のネクストリアクションのためにもぜひメンバーになっていただけると嬉しいです。最後に特典のフルリアクション動画の視聴方法についてご説明します。YouTube 上の編集されたリアクション動画と違い、フルリアクション動画にはアニメ映像を入れることができません。そこでメンバーの皆様にはリアクション動画とアニメ映像をそれぞれ別のタブや端末でご用意いただき、手元でタイミングを合わせて再生していただく必要があります。まずパソコンで視聴する場合について、最初にリアクション動画を一つのタブで開いていただきます。次にもう一つのタブで動画配信サービスの画面を開いていただき、アニメ映像を流せる状態にします。最後にリアクション動画とアニメ映像をそれぞれ再生開始していただき、同時に映像が流れるようにしてください。途中でどちらかの再生を停止してしまうと映像がずれてしまいますが、その際には再生時間を参考にしながら映像を合わせるようにしましょう。次にスマホでリアクション動画を視聴する場合について、スマホで視聴する際にはスマホは2画面に分割することはできないので、アニメ映像をパソコンまたはテレビなど他の端末で同時に再生するようにしてください。なかなか不便ではありますが、ご了承をお願いいたします。ということで最後に、これからもネクストリアクションは刺激的で面白いリアクション動画によって皆様の人生に少しでも彩りを与えられるような存在になれるよう、本気でコンテンツを作っていきたいと思っています。もしこの方針に共感する、応援したいと思ってくれた方は、ぜひメンバーシップに参加していただければ嬉しいなと思います。ということで、ネクストリアクションチャンネルメンバーシップをぜひよろしくお願いいたします。